平野のしお、じんぐうじゆうた、きたひろみつらも新曲リリース続くからか三宅県とイムップが拡張し、確立されつつあるとべの音楽を考える。今年3月、滝沢秀明が、株式会社とべ、を立ち上げた。7月には三宅県、平野紫耀と神宮寺うじゆうた、イムップ、8月には大東リツそして9月には北山ひろみつが合流し、 トベは数ヶ月のうちに計12名が所属する事務所、エージェンシーへと一気に成長した。また、9月4日には所属アーティストの画像と動画に関する仕様ガイドラインを公開。トベ及びアーティスト個人が発信する画像や動画を半個人の SNS に投稿する行為について、著作権侵害を主張しないことを発表した、米印1。 この事実からも、SNS 以降の芸能事務所のあり方について模索している様子が伺える。戸部のコンセプトである、新たな時代、ニューエラ、次の世界、ネクストワールド、という言葉の通り、彼らは真摯に自分たちの未来に向き合おうとしているように見える。そして現在、所属アーティストの楽曲も続々とリリースされている。 8月18日に世界同時配信されたイムプへのデビューシングル、クルージン、続く9月15日のセカンドシングル、イムップは、いずれもセンセーショナルに受け入れられている。さらに9月22日には三宅の飛べ遺跡後初のシングル、レディー・トゥ・ダンスがリリースされ、こちらも活采のただ中にある。本校では、これら3曲にフォーカスしたい。まずはイムプへの2曲から、 彼らの思惑や現在地について考える。トベアーティスト発のリリースとして大いに注目を集めたクルージン。ビビッドな質感の MV と R&B アップホップ高音楽的エッセンスを取り入れた同楽曲は当初から K-POP との共振を指摘されていた。実際作曲を務めたアビン、スレイ、チェイス。 ロコベリーの4組は全員が韓国出身のアーティストである。パルセットの対応と、途中に差し込まれるベースミュージック由来のビート、それに呼応するラックパート、いずれも K-POP に参見される要素だ。 続く、イムップにも言えることだが、m v にダンスプラクティスバーを用意したことからも、今や日本国内でも一般的になってきているとはいえ、K-POP の音楽マーケットの方法論を踏襲しているように思われる。 わかりやすい例を挙げれば、ブラックピン・グックのダンス動画は、のきなみよく声の再生数を記録し、それに追随するような形で、ァンメイドの動画が YouTube のショート動画や TikTok をーダー再現なく生成されている。先のガイドラインも、これら双方性の高いコミュニケーションと無関係ではないだろう。そして、個人的に今後のイムップ。 ひいては飛べに所属するアーティスト全員かもしれない、を語る上で非常に重要なのが、セカンドシングル、イムップ、だと思っている。クルージンの次にリリースされたのも特筆すべきで、ここに一つ決意表明のようなものを感じられないだろうか。というのも、K-POP をリファレンスにした楽曲から、極めて J-POP、日本的なグループソングに回帰しているのだ。 ポップミュージックにおける日本のグループソング、男女問わず、を考えたとき、大きな特徴の一つとして想定されるのが雑色性の高さである。K-POP のように K-POP っぽいといった常識のあるプロダクションがほとんど存在せず、日本のボーイズ、ガールズグループは特定の音楽ジャンルに依存していなかった。 昼帰って、イムップを聴いてみると、ソリッドなギターの鳴りはロックからの引用だし、チキチキと小気味よく刻まれるハイハットロールはトラップからアイデアを引っ張ってきている。そして、この曲で歌われているラップは、クルージンにおける原稿を引くホップではなく、どちらかといえばミクスチャーロックが参照元として正しい気もする。すなわち、クルージン。 と、イムップでは全く異なる方向性を提示しているのだ。K-POP にリスペクトを表明しつつ、彼らはこれまで自分たちが培ってきた音楽感を捨てなかった。衣装のテイストを変えてまで表現したのは、そういった決意の強さなのだと思う。新境地を開拓しつつ、彼らには原点のようなものが見える。 アプローチが異なる2曲は、まさしく今後のイムプを支える両輪になり得るのではないか。三宅に続き、平野の神宮寺、北山の楽曲リリースへ高まる期待。三宅がシンガーソングライターのシラプをと組んでシングルリリースするというニュースを聞いたとき、個人的には驚きはなかった。なぜなら、三宅はかねてよりダンスにフォーカスしていたからだ。 それは身体的パフォーマンスとしてのダンスではなく音楽としてのダンスである。彼のソロアルバム NEWWW に収録されているデスタネーションは80キズオと夜内音を招いて最高の4つ血を鳴らしているしパルスはテンダーをプロデューサーとして起用してファンキーな内容を実現した。で、今回はシラップ。明らかに一貫している。 9月25日、山崎イ奈がパーソナリティを務めるラジオ番組、山崎イ奈の誰かに話したかったこと。東京 FM にゲスト出演した際、三宅はシラップについて、以前から好きなアーティストだと語った。シラップが今の名義になる前の、京太郎時代から彼の音楽を聴いていたという。 主体的にリファレンスとなる楽曲を共有し、三宅からもどんどんアイデアを提案していったそうだ。レディー・トゥ・ダンスという改まったタイトルには様々な意味が込められているように感じられる。戸べの三宅県として新たなスタートを切ること、これまでの世界観をさらに拡張させること、あるいは他のアーティストを巻き込むこと。 後ろの二つはいずれも彼がダンスにおいて実践してきたことであり、これからも大いに期待される部分だろう。これまでと異なるのはやはり戸べの三宅県である点だ。YouTube においては彼の個人チャンネルも開設され、ますます主体的に動けるようになった。これまで以上に我々が三宅を身近に感じられ、その作家性に触れる機会が増えるかもしれない。 個人的にも、それを心待ちにしている。戸部が音楽事務所として本格指導してから、まだ2ヶ月も経っていない。にもかかわらず、この充実度。この後平野市王と神宮寺雄太、さらには北山博光が控えている可能性を考えると、北市は天井知らずで跳ね上がってしまう。 エンターテインメントにおいて一度良い作品を作ると、その後のハードルは上がり続ける一方だが、彼らならばたやすく乗り越えられるだろう。何せ、これまでずっと、そうだったのだから。米印1、https、コロン、スラッシュスラッシュ、ハべ、フン、オフィシャル、ドット jp スラッシュ、ニュース、スラッシュ106。結城川崎。